はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート28やっていきたいと思います。とりあえずですね、後ろに見える仮設住宅を作りました。まあ、仮設住宅って言ってもそれなりにはね、凝ったんですけれども、ちょっと部屋から見ていきましょう。で、寝るところは2部屋ですね。ここと、ちゃんとね、窓脇の、窓とかで、ベッドを置いて、で、こっちもちょっと、ベッド数的に、右側の部屋だけだと足りないので作りましたと。で、ここがお食事どころですね。で、お食事どころも、料理自動生産システムになってるんで、まあ、勝手に作ってくれますと。で、あとトイレ、トイレはね結構混むんで、こいつら変態だな一応2つ作ってます。で、ただトイレね、未だに壺しかないんですよね。なんかトイレの形をしたものを作りたいんですけれど、ちょっとまだできないので壺で代用してます。で、お風呂もまあまあまあ結構人気なので、2つ作ってあります。シャワーは、ちなみにないです。で、そこからですね、2階を建築しようと思ったんですけど、結構難しくて、2階作るのが挫折してね、階段だけ作ってあります。もう1回取り壊しました、作ったんですけど。で、あとね、2階ただ単純になんていうの、フロアを作るだけだったらいいんですけれども、やっぱり俺のこう、まあ趣味的なものっていうか、こだわりっていうか、例えばこうやってね、下に落っこっちゃうのは嫌なんですよ。2階から転落死する恐れがあるんで、そういうのはねやりたくないんで、まあ、きちんとね、1階に落ちないような部屋作りをやっていきたいなと思って進めていったら、結局できなかったっていうオチになります。で、ピラミッドが現在1段階目が終わりましたので、ちょうどルルちゃんに話しかけましょう。ゴルドン酒場を作った。まあ確かにねあれはめっちゃでかかったからね。これで達成。うぞーんお前らなんだ。素晴らしいものの作りっぷり、感銘を受けました。ピラミッド作りを拝見させてもらった。私もビルダーになりたい。こいつは素直だね。時間が来た、そろそろ次の島に行く。この島の中心は間違いなくあなただ。まあ、そりゃそうでしょう。教団は教団の考えを無理やり押し付けたりはしません。まあ、そうだよね、教団って言ってもさ、ただのさ、一宗教集団でしょ。お、消えた、すげえ、ルーラか。たかたかそんな教団の連中ごときにね、なんかこの島1個支配されたりね、そんな権限はないでしょう。いや、その教団に入った人たちはまあそれは別だよ。でもさ、入る入らないっていうのは自由だからね。では第2段階かな、宣教師が帰りました。次の設計図を書いてくださいと。了解だ。何マスターだけさ扉の中にいるの。結構時間かかるんだよね。でも作ってくれるとはいえ、ピラミッド設計図に、いや半端ない、ガチで半端ない、こんなん一人で作れないよ。ピラミッドの2つ目の設計図、ビルダーの腕が鳴る。素材も全部揃ってる。一つお願いが。はいはいはい、酒場を作れってことだね。ピラミッドの中に部屋を作る。ピラミッドってさ、そういうものだったっけ。ピラミッドって誰かのお墓じゃないの、そもそも。普通の部屋でもつまらない。かっこいい個室とかわいい個室2つ。かっこいい個室、ベッドに明かりにガラス瓶、ダンベル、樽。ダンベルがある段階でさ、あんまりかっこいいとは言えない気がするんだけど、まあいいや。個室壁掛け、かわいい個室、ベッド、椅子、明かり、ドレッサー、いけばな。そして個室壁掛け、ブロックは何でもいいと。個室壁掛けはまあ住ませたい人がいるんだったらその人の名前ピラミッドに住みたいかピラミッドには住みたくないよな。いけばなの作り方をご存じない。確かに素材が足りなかったら素材自慢なる島に行ってみるといいですよと、いうことで、
素材島はちょっと新しいところもね行ったんですよね。でもすでに探索は終えて犬をねなんか連れてきました。じゃあちょっと生け花的なものどれだ、あこれが必要っていうのはちゃんと表示してくれてるからね、それはありがたいんだけど、でベッドは多分あれでしょう、藁じゃなくていいでしょう。もう今カラーベッドとか木のベッドとか作れるからね、ちょっとこっちで行こう。で椅子も椅子であれば何でもいいんじゃないかな。まあお風呂の椅子はさすがにあれだけど、もうちょっと豪華なもので行きたいよね。ってことはまず部屋作りだな。ピラミッドの中ってまあなんかどこでもいいのかな。あんまり邪魔になるところには作りたくないよね。あこれあれだ、見れねえわ設計図。見れないよね、見れない見れない、勝手に作ってくれてるからか。だっておばちゃんとかなんかここら辺で物作ってなかった。今もうここは開くのかな。いやこいつらだってここに作ってんじゃん。本当だったらなんか俺ここら辺に作りたいんだけど、ちょっと端に作りますか。物がねすげえいっぱいあるんで、もうまあやっぱり銀壁がいいな。銀壁、銀壁どこだ銀壁すっげえ作ってるからね、913個とかもうこれには足りなくなることはないでしょう。で部屋の人数的にはなんか1人とか2人で良さそうだったよね。ベッド、明かり、樽、ガラス瓶、ダンベル、もうこれだけ置けばいいってことは1人用の部屋か。まあじゃあ割と小さめでいいかな。まあ、そもそもね仮設住宅があるから、仮設住宅から、まあ、ちょっとピラミッドの部屋に移るということで、ピラミッドの中に部屋っていうのいいや、ここに作っちゃおう、もう置いちゃいます。で例によってじゃあ外壁から先に行きましょう。123ちょっと待ってね、部屋の大きさを考える。 5×5 マスでいいかな。12345ってことはここで1回区切んなきゃいけない。12345マスだからここにも置かなきゃいけない。でそれを2つ並べる感じ。1、2、3、なんか作ってる4、5、6必要か。で、まあとで扉は置くんですけれども、ちょっと一回外壁という意味でここを作っちゃいますと。これで完成のはず。かわいい部屋 OK。 こっち側がかっこいい部屋で、こっち側がかわいい部屋ですね。でやっぱりね砂の上に寝るっていうのはさすがに俺も嫌なんで、ちょっと一段高くしてみました。話しかけましょう。かっこいい個室とかわいい個室、誰も書いてないけどね。ピラミッドの中が寂しくなりました。いやここでなんか寝るのはさ、むしろ寂しくないか。モンゾーラの皆さんは気持ちのいい方々ですねと。ルビーラを振る舞ってあげたい。落ち着いたら私たちの町も作ってくださいねと。妙な気配がする。え、じゃあ敵、ちょっと待ってね紹介するとここ一段高くしたので階段をつけてます。で階段から落ちないようにね、やっぱね階段の端はねこうやって落ちないようにするっていうのがまあ、大切ですね。やっぱ安全第一、安全第一ですね。でこっちも同じ感じですね。で今ね結構明かりはねこの壁掛け明かりにしてます。食台で一回間違えて置いちゃったけど、食台はちょっと危ないよね、例によって火事になるいや火事になんてならないんだけど。で話しちゃった、そう魔物がいるみたいな感じで言ってた。準備ができたらお前たちも来い。今までは島に住んでいる魔物しか出てこなかった。
ひょっとして、こっちに話すことになってた。あ、ついてこいと。これはちょうど魔物が来るからの嵐みたいな感じになってるよね。雨がかなり強いんだけど。あそこにハートが散らばっている。取りに行くのはめんどくせえな。どこまで行くんだ。だいぶ遠くまで行くね。先行していくか。え、どこまで行く。マジで、あそこに印がある。あ、みんな集まってんじゃん。刀は持ってるね。あれ、俺が開けた刀、お前どうしたの。私たちでやっつけましょうって言ってるけどさ、え、武器渡さなかったっけ。持ってるやつは持ってるよね。お前持ってる。ああ、茨の剣弱そうだな。あれ、ペロちゃんなんで持ってないの。今から帰るのめんどくさいんだけど。こいつも持ってねえな。いいや、大丈夫っしょ。ハーゴン教団のやつだからどうして今頃俺たちの島に。うさんくさい宣教師が呼んだんだ。強い武器。え、いいよ。オッケーオッケーオッケー。お前は隠れてる。私です、ミカミックスさん。すべては嘘です。呪わしい行為を見逃すと思いですか。粛清を受けなさい。こっちから。最近この骸骨よく出てくるよね。あれ、あ、なんだ、やっぱ味方がすげえ食らったなと思った。はい、ちょっと魔法使い系はね、遠距離とかしてくるから厄介なんだよね。 OK、 この辺だね。じゃあもうためよう。はい、今のうちに倒せれば OK。まあ、防御力はみんな変わんないからね。攻撃力だけ変わんのは。はい、今のうちに、今のうちに。62体もいるの、敵が。多すぎやしないか。あ、しまった。薬草はでもアイテムの中に入ってるか多分。もともとそんな強い感じはしないかんね。一応必殺が使えるけどどうしようかな。まだこいつらに使うまでもないと思うんだよね。掘り寄せるから。いて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 。いや、待って待って待って、結構きつくなってきたな。この間は時間が止まっている。薬草だけ取り出そう。セットして食べる。レベルも20でマックスなんだよね。だからあとはもうひたすら殴る蹴るの暴行を加えるしかない。やっつえ、ヒットポイントたっけ。まず周りの雑魚をみんなが排除してくれて指導が来るのを待つしかない。ってこいつダメだ、素手だ。で、あいつ強い。やるな、骸骨剣士。ちょっと約束を。素手はさすがにまずかったか。あ、持ってんじゃん、ペロちゃん剣持ってるよ。あ、これ使おう。ちょっとめんどくさそう。全体的に当たってくれればいいんだけど。よし、その間にまたもう一回使えればいいかな。最後の62体目が出るまで。めっちゃ破壊されてんだけど。なんか弱点みたいなのはないよね。頭狙えば強くなるとか。なんか人手が落ちてる。あれ、拾いたい。うん、仲間が倒れていいよ。かわいそうに。あら、くれ、お前は頑張った。と
りあえず1匹ずつ確実に仕留めていこう。数を減らす強火。こっちも魔法使いが欲しいんだけど、あっ、ペロちゃんちょっとやっけ、すっげえ減った今。さすがにあれか、あれを食らうのはまずいか。58とか溜め攻撃はもうまずいね。ちょっと薬草が結構持っててよかったな。だいぶ戦死者が出てる。だからさ、魔法で回復できないの。多分次で最後だな。あれ違う、ここで最後か。使っときゃよかった。もう今さらだからいいや。だこの魔法使いだってザコでしょ。人でニュー。いや最後のとこは必殺技使うべきだったね。ってか最後って認識できなかった。まだです、まだまだですよ。教団の圧倒的な力の前にひれ伏しなさい。数の暴力か。何か来るボスゲ。あいつらは、え、誰。お前は逃げるんだ。船で他の島に逃げる。なんで。いや倒せるよ大丈夫。いや素手の人がいるんですけど。船着き場に行くぞって。ほらほらほら。ハンマー効かない。いやこいつやる気満々だ。君たちヒットポイント大丈夫。こうやってる間にちょっとずつヒットポイント回復していくんだよね。こいつビビってんじゃねえかよ。お前やる気はあるけど。え、どこに行けって言ってた。ワープで行けないの。ちなみに船着き場。みんなもワープしてこい。ピラミッドとかね、また作ればいいよ。逃がさないぜって。お船長、あ、なんか強骸骨剣士みたいなのがいる。石材なんて持ってる。ちゃんと効率よくやっていこう。薬草の数やばいな。何ガード、え、なんか石炭か。白地、一度この島から離れるんだ。ビルダーであるミカミックス、ビルダーがおらぬとならばあやつらも手を引く。俺おとり。わしに任せておけ。確かに幽霊だったら攻撃食らわないからね。いや実際夜に出てくるモンスターの幽霊は攻撃当たるけど、白地は当たんないんじゃないかなっていう、そういうこと。大変なことになった。どこにでもお連れする。ひょっとしたら各島に残った仲間たちが助けてくれるかもしれない。お好きな行き先を選ぶでやすよ。え、ゴールドン、あ、いねえんだゴールドン。まあいいや。どこでもいいの。ちょっと一番新しいところに行こう。どうせだったらゴールドンの力を借りる。守り神ゴールドンよ、我に力を与えたまえ。てかさ、この嵐の中さ、船って言ったらさ、船ナンパするんじゃねえか。座礁してなんか新しい島に行くとか。うわ嵐に巻き込まれたみたいな。で気がついたら新しい島にいるという。てか教団の戦力半端ないね。うわほらほら、なんかどうした、なんだ今の揺れは。おお座礁してしまった。霧が晴れてきた。
ハーゴン軍の船、我らが船に何ということを、てかうちの船の方が強い。人間の勝手な船の理由はハーゴン兄弟に禁じられている。誰がトップなの今この世界の、世界のトップは誰なの教団なの。ウゾーン様がおっしゃっていたビルダー、そうだな、降りかかる火の粉は払わなければなりますまい。お前のごときにやられる俺ではない。やっけ、あれ物がないんだけど、あそっか出たからか。薬草がねえって思ったら、島の外出たから全部物がないんだ。こうここ、足としたことが、何が足としたことがだよ。無視して敵をぶっ倒すか、いやそんなこと、そんなことできないでしょう。このゴンは一生忘れねえでやす。ビルダーどもをローに連れていくんだ。今剣で切りつけられなかった。装備をよこせ、持っているものは全て没収。このハンマーも没収。貴様らの行く先が決まった。地獄だとか言うんじゃん。足がドジを踏んじまってって、あれすげえ、本当にさ、なんか裸一貫みたいな感じになってんだけど。てかさ、そうそうそう、あとさ、ビルダーのなんかランドセルみたいなのは残ってるよね。今はどうしようもない、ひとまず眠っておくか。まあ寝て体力を蓄えることは重要だよね。一応あれか、インナーみたいなのは着てるんだね。ガチで何にもないか。パンチポヨンって。ペロが何とかしてくれんの。寝よ。その後船は三日三晩波に揺られ続けた。いや三日三晩って結構だぞ。四日目の夜、教団はとある島に行き着いた。厳しく身体検査を受け、ほのくらい監獄に入れられた。一応ビルダーってさ、系統的には戦士系じゃん。やっぱ魔法使い系統だったらね、なんか魔法でなんとかできるかもしんないけど、なんかドラクエ5の主人公みたいに壺すら壊せない。囚人のトイレ、中を調べますか。調べよう。何も見つからなかった。悲しすぎる。一応休むところはあんのか。出れんの、なんかぽいところに連れてこられたね。お、囚人どもだ。君たち新入りかい、かわいそうに。許しを願うときと慈悲をもらうとき以外勝手に口を開くな。すぐに牢を出て広場へ向かうんだ。遅れたら懲罰罰に、懲罰棒か、叩き込む。囚人ってのは何のことだ。6207番と6208番、どっちがどっち。俺どっち。行かない、ちょっと話してみよう。あ、俺6207番か。まあ、なんもないから勝手な。割と許しをもらってるよね。こっち、あ、目的地一応書いてあるね。外だな、なんか、なんか走ってた。あ、ここに並べってこと。イエスサー。遅いぞ、6207番、6208番。次に遅れたら懲罰ボークリだ。覚えとけ。
三号房の囚人は揃った。腐り切った自分の心を破壊すべく今日も攻勢に励むのだ。今日の攻勢に向かえ、逆らえば命はない。まあ行くか。どっち行ったみんな。なんかここら辺、あ、草、あ、草集められる。これはさすがに無理か。無駄にうろうろしてんじゃない。効かんわそんな剣。そもそもどっちに行ったのか分かんないのよ。あれこっちじゃないの。あ、行けた。マギールさんみたいな。この悪魔神官系は偉いんだね、やっぱり。監守長か。貴様ビルダーだな。違う。嘘をつくな。貴様にはこの畑で物を作ってもらう。なんか。キャベツの種を16個畑に植える。はあ。了解しやした。畑ってここだよね。6か1列で全部は埋まらなそうだね。しかも外壁も埋まんなそう。中途半端なところで終わるな。はい、終えました。どうだ、ものづくりは素晴らしいか、もっともっとものを作りたいか。貴様なめる。次に口を切った。懲罰ぼうくりだ。武闘家はいないの。武闘家は武闘家だったら素手でいいでしょう。784番。いや、そんなこと言われても分かんねえよ。6000人もいるんだったら分かんねえよ。東って言ってたよね。北がこっちだからこっち。いや、どこへ行くって。新入りか。名前は6207番だったの。よく覚えてんなこの骸骨。違うよ、嘘をつけって。え、これめんどくさい系。784番。お前らみんな覚えてんの。あいつは784番だって。それはそれですげえな。784番。昔はモンバーなんて呼ばれていた。監獄とハーゴン様の教えに逆らう者が入れられる更生のための施設。荒れ狂う海の上にポツンと浮かぶ小さな島。どんな輩だろうと断崖絶壁に囲われたこの島から逃げ出すことはできない。ここに40年いる。すげえな。まだ自分の名前を覚えていた頃、料理を作るのが好き。いつも料理を作って魔物にもあげていた。魔物との関係を作ったって責められて韓国島に入れられた。料理は捨てた。人間は捨てられなかった。人間を捨てる。まあそうだね。ちょっと他の人は巻き込みたくないからな。やはり呪文は覚えておくべきだったな。こんなやつメラゾーマで一発なのに。いや、一発かどうか知らないけど。え、どこに植えろって言ってた。畑ってここしかないよね、そもそも。ちょ、待って待って待って。あ、でもこれでぴったりになる。ここ空いてるし。どれかどっちの種だったか分かんなくなっちゃった。完了です。
キャベツの種をすべて植えた。なかなか素晴らしいビルダーだ。今までビルダーを入れた記憶はない。ビルダーのこれからの構成が楽しみだ。それからしばらく たくさんの雑用を癒されこき使われた。そして今日の構成はここまでだ。自分の牢に戻れ。監視から夕食をもらうのを忘れるなよ。まあ確かにね、物を食べないとそもそも活動できないからね。意外にお腹減って、そうか、お腹減ったらさ、もうあれじゃん、空腹を補充するあれがないじゃん、手段が。5932はすっげえな、この骸骨よく覚えてんな俺は6207番です。ありがとうございます。キャベツ貴様にもくれてやろう。俺はしばらく平気だ。すげえな、キャベツをゲットした。随分と余裕じゃないか。しばらくの間貴様は夕食抜きにしてやろう。ちょっと時の流れはあんのかな。でも時間の流れのあれがないね。やっぱイベントで時間が進んでいく系か。ただあんまり余計なことをすると腹が減りそうだから、ちょっとそれは避けたいね。ようやく1日が終わった。長かったぜ。今考えてもしょうがない。ここから逃げる作戦を練ろう。あれ、いつの間にか服着てるいつ服着てた。自分の牢に入り、朝まで出ることは許されない。船長のやつの姿が見えない。鍵がかけられた。まあ、やることないし、まだ食っとく、1個食っとこうじゃ。朝から晩まで物を作らされ、最初の長い一日やってかさ、朝から晩まで物作ってたよ、いつも。畑がにぎわった。朝から大雨。産後房全体の掃除。4日目。囚人ども、朝の点呼だというところで、じゃあちょっと切りがいいので一旦ここで、終了して、当分ここになるのかな。だから自由はなさそうだけどね。まあ、ここから脱出する、術を考えていきましょう。というわけで、じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。